ジョカーイ駅は、中華人民共和国上海市ジョキクジョカワイにある、上海軌道交通の駅。1号線、9号線、11号線の3路線が乗り入れる。1号線、9号線、11号線すべて地下駅。地下の駅施設は、港狐高広場を囲うように位置する。プラットホームは1号線、9号線、11号線すべて、島式一面2線を有しており。 フルハイトタイプのホームドアを完備している。1号線は、港狐高広場の南東側、焦げ系北路の地下にある、北京都市建設設計研究所によって設計された駅である。地下2階がコンコース街、地下3階がホーム街である。コンコース街の北西側に9号線と11号線の乗り換え通路がある。9号線は、 港狐高広場の北側に位置する。地下1階がコンコース街、地下2階がホーム街である。コンコース街の西側に1号線との乗り換え通路、ホーム街の東側に11号線との乗り換え通路がある。11号線は港狐高広場の西側に位置する。地下1階がコンコース街、地下3階がホーム街である。両階の高低差は18メートルあり、4基の エスカレーター、一機のエレベーターで結ばれている。ホーム街北側に9号線との乗り換え通路がある。合計19カ所の出入り口があり、上海軌道交通の駅としては数が最大である。すべての路線において案内状の乗り場番号は設定されていない。除河合の町並み全景十二四十三四十三区間、五十六七十二 93、122 17 17、171、178大単、205、303、320、548、572、703、703バイト、704、712、732、770、816、820、824、830、855、920、923? 九百二十六、九百二十七、九百五十六、九百五十七、九百五十八、九百八十五。水道二線、大橋六線、第六線区間、序川線線、序便線、機場三線。ウィキメディア・コモンズには、序川駅に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。